第2節ジェフナーテクチャラチバリディスにとってはホーム開幕戦のゲーム ZA オリプリスタジアムが舞台です。立ち上がり風上取ったベレーザ猛然とプレッシャーをかけていって相手のミスを誘います。この清水のパス引っ掛けていった山本の右足シュート、これが先制打になりました。大きかったですね、やっぱり本当この風を、ね、風上で利用してプレスっていうのは非常にやっぱ一番効いたと思うので非常に良かったと思います。で23分ベレーザです。まあ、このシーンなんですけども後ろからしっかりと人数かけていってでこの段階で4人なんですが5人目入っていったこの柏村選手の右足のシュート思い切りましたよね、まあ、やっぱりセカンドボール取ってその後のやっぱハイ攻撃でいいリズムでつなげたと思うので、まあ、それがついにつながったというところですよね。後半エンド変わります。で後半立ち上がりジェフもファイプレスできたんですがそれをひっくり返した流れの中で47分ベレーザ左サイド北村から右サイドフリーで待っていた山本柚月ここを冷静に決めていきました。素晴らしいシュートです、まあ、あのランニングとやっぱこのパスが正確に通ったというのはもう一つですね。それとまあ早い立ち上がりの時間というのはやっぱ一つ大きなポイントだったですね。今日は山本2得点そして62分千葉、まあ、後半は風上に立ったジェフがかなり攻めていました、はい。まあ、この5人入ってますからねジェフもやっぱしっかり点を取れますよ。千葉は、かなりこう迫っていったんですけれども最後はしっかりとクロージングをしました。まあ、結果、千葉1対3でベレーザに敗れて連敗スタート、そして一方ベレーザの方は開幕連勝スタートという形になった試合でした。